こんにちは、速稼塾の久保です。今回はネットワークビジネスについてちょっとお話ししようかと思いますけども、10年ほど前なんですけどもね、あのネットワークビジネスを私誘われて、それまでも誘われたんですけども、その時はしなかったんですよ。それから数年後ですけども、私がネットビジネスで一山当ててからですね、のんびり暮らしているところに、またね、同じ人がネットワークビジネスを持ちかけてきたんですよね。で、2人で話していて、私はずっと、お茶を飲みながらね話していて、特に飛び込みの用事は何にも入んなかったんですよ。これがどういうことかっていうのはこれからお話しますけども、そのネットワークビジネスをやってる方っていうのは本当5分と置かずにね、メールが入ってきたり電話が入ってきたりとかして、久保さんちょっとごめんねとか言って返信したりとかね、それから電話をかけにちょっと立ち上がったりとかしてて、私との話が全然繋がらなかったんですよ。で帰ってきて、いや、 やっぱりね、ネットワークビジネスって数年前に久保さん誘ったでしょ、よかったよって、今はねこうやって毎日日曜日ですよ、自由に仕事をして、自由に家族と会って、自由にこうやって久保さんとお茶飲めるしね、時間とお金って大事ですよねっていうふうに言うわけなんですよ。で私はちょっと言わなかったんですけども、心の中でね、何を言ってんだこの人はと、全然自由じゃないじゃないかと、電話が何本かかってきたんだと、メール何本入ってきたんだと、で私と対話してるようであって、私から見るといろんな人の対話を見せられているような感じなんですよ。つまりネットワークビジネスをやってもものすごくね、サポートが日々そうやって数分おきとか数十分おきにあって、全然自由になれてないのに毎日が日曜日だよねっていうふうなことを無理やり言ってるのが痛いなって思ったんですよ。対照的に私は特に何もしてないっていうかね、お茶飲みながらずっとぼーっと見てるだけで、入金があるわけですよね。だから本当に毎日が日曜日ってどういうことかっていうと、別にビジネスの、問い合わせが来ないとかね、そういうことだと思うんですよ。でそもそもお問い合わせって大体同じような種類の疑問に答えてることが多いんで、だったら動画を作ってね、じゃあ Q&A 動画集ですよとか言って、そういうコミュニティを作っておけばいい話なんですよ。でもっと言ったら、ネットワークビジネスの、よく勘違いしやすい点っていうのを、10点ぐらいにまとめてQ&A 形式でそういったテンプレート作っておくとかね、 FAQ 作っておくとかして、で対面でネットワークビジネスの説明をして、それでもよく分かんなかったらこっちの動画見てねっていうふうにやっておけばいいと思うんですよ。もちろんネットワークビジネスってのはウェブ完結ではダメなんですよね。だから必ず対面しないといけないんですよ。でも対面をする割合とウェブで、伝える割合っていうのは明確に決まってませんから、しっかりと対面でお話した後は細かく分かんないところはこちらの動画とかこちらの Q&A 集見てくださいねっていう形でやると、自己解決ね、皆さんがしてくれるんで、そんなにバンバン電話かかってくることもないのかなと思うんですよ。でここで何が言いたいかっていうと、そのネットワークビジネスやってる方は2つのウィークポイントを持ってる方が多いなと私は感じてます。一つはですね、紹介できないのにネットワークビジネスやってるんですよ。例えばね、私はこういうネットワークビジネスをやってますと、どうですか、やりませんかみたいなことを、ネットワークビジネスって言葉を使ってもいいし、代理店ビジネス使ってもいいし、とにかくね、ネットワークビジネスを自分がやっていて、ネットワークビジネス誘うことに罪悪感を持ってる以上は誘えないですよ。で後からね、これネットワークビジネスじゃんって言われて、その時に言ってなかったっけみたいな気まずいことになっちゃうんで、これからネットワークビジネスの勉強会を始めますとかね、ネットワークビジネスをやりましょうっていうふうに、誘うんですよ。でこれネットワークビジネスよと、でも世の中もネットワークビジネスみたいなもんじゃないのっていう形で誘っていくとか、そもそもミーティングするときにね、プレゼンするときに電話をかけるでもいいんですよ。でメール打つでもいいんですけども、ネットワークビジネスのビジネスモデルを説明するんで、ちょっと話聞きに来ませんかっていうふうにやっとくんですよね。そうすると、ネットワークビジネスだったら絶対入んないなっていう人は来ない。来る人ってのはもしかしたら契約するかもしれないなっていう気持ちで来るわけですよ。だからものすごく進めやすいんですよね。やりましょうよ、何しに来たんですかとまで話せるんですよ。だってこれ断るつもりだったら来てないでしょと。だから来るってことは、もしかしたらよかったらやるかもみたいな気持ちがあったんですよ。で今伝えきれてないところの中に、何々さんのネットワークビジネスをやったらよかったかもしれないなっていうのが多分入ってると思うんで、とりあえずやりながら覚えていきましょうという形ですよね。そういうふうにしてネットワークビジネスもね、おすすめしてきていますけども、ただやっぱりね、ネットワークビジネスとは言っても誰かに依存するものではないですからね。ネットワークビジネスもマスターして、ネットビジネスもマスターして、 YouTube もマスターして、セミナービジネスもマスターして
それでビジネスをマスターするってことだと思いますんで、ネットワークビジネスだけをね避けて通ることは私はできないかなと思います。ネットワークビジネスごときはねもう使いこなしてバン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 ね1000人2000人グループ作ってそれでいいじゃないですか。そもそも商品や会社や人を紹介できない人にネットワークビジネスどころかビジネスはできないと思うんですよ。結局セールスしないといけないのはどんなビジネスも一緒ですからね。このサービスがいくらです、この商品がいくらです、このサプリが定期的に送られてきて毎月1万ですと、ね、商売ですからね、うん、ということでネットワークビジネスだからといって大したことはないということでございます、うん、かかってこいって感じですよね。まあやらないけどももうやらないめんどくさいんでもう私はこれ以上ビジネス増やさなくてもいいんで誘ってくれなくても結構です。いってらっしゃい。